これがですね、私が初めて北条の何か後に残るようなものが未だにその中に残されますかということでしたけども、いろいろ、まあ、いわゆる落書きをね、見えないところにされます。あの面白いところには昔の新聞が出てきたりしたことも見たことがあります。当時の、簡単に見習いとか、あの見て盗め言うけども、あのなんかそういうのはあのありますか？まああのね、体で覚えるということで、あの本当にね、これはもう今岩崎さんがおっしゃったように、特に宮大工たるものこうとかあとか、まあいろんなあのいろんな場所でいろんなね、雑談の中でもいろんな大事な話がポンポン出てきまして、まあそれをあの若い弟子さんが、まあ、いろいろ覚えたり、やっぱりメモしたり、それはまあ個人個人ありますけどね、あの例えばなんかそういうあのこういう今後の二組会はこうやとかいうのはないんで、あのまあ体で覚えるということでよろしいですか？で覚えた建物の立体的なものを自分で把握するんですよ。で、図面もらっているのはもう平面的な図面なので、そこから自分で原寸を初めて描いて、で建物、そこに今模型あるような、そういうふうな建物の実体で自分で頭浮かべます。それがここのパーツはどれだけいるね、どんな形になるね、どういうふうに削ったらいいねっていうのは、全てはなかなか難しいです。構造、建て方するときっていうのは、まあ、柱とけさとか、あと軒周りっていうのはほとんど頭の中入ってます。だから、例えば墨つけて、あ、ここはこういうふうな収まりになるんや、こういうふうな形になるんやっていうのは、あの、同僚じゃなくても、例えば同僚の下に副同僚とか、で、あと現場を任せる大きいときに見ているんです。その人らは全て頭が入ってます。